日本に今ある、国土のですね、うちの湖沼の面積っていうのは実は 0.8% なんですね。全国土の非常にこう少なくなっています。大正明治の時代の大体、あった湖沼の面積の6割が消失、 61% が消失したと言われています。そういう意味では湖はもうこれからもともとあった湖に復元することは、まあある意味じゃ不可能なので、田んぼがもし湖と同じような機能を果たして、田んぼが非常にこう生物にとって、住みやすい場所に、なるんであれば、非常にこう生物との共生がうまくいくんではないかなと思ってるんですけれども、まあ、現状の田んぼを見ていきますと、高度経済成長以降、まあ、どんどんこう乾田化って乾いた田んぼに変化してるわけですね。それは作業の効率化とか機械化とか、それが主なその目的だったためにですね、実はその乾いてると土がこうどんどん風化してしまってですね、肥料分がなくなってしまったりですね、でまあ10年前の2、3倍ね、化学肥料を入れないと肥料分が足りないとか、そういうことが起こったり、あるいはそれがかえってこうたくさん肥料を与えたものが川に流れていく、で川の汚染の原因になったりということが最近ここ数十年の間に起こってきたわけですよね。で実はですね、昔から田んぼっていうのは実は水田っていう名前がついているように水と深く関わっていて、水があればその肥料分もその飛ばないでゆっくりと水の中で分解して非常にこういい状況になるということが分かってたですよね。で、冬でももしかすると水をうまく使うことで、肥料も少なくて済む、あるいは草も抑制できるだろうということが実は、会津農場というその会津地方にある、歴史的な農場、340年前のこれ江戸時代の知恵なんですけど、佐世与次右衛門という人が、これを書いていましてね、これはこういう歌なんですよ。冬水をかけよ岡田へ込みたまり、土も腐りて農ごとそかしというんですけど、冬水をかけると乾いた田んぼでもですね、水が入って、でそれもその有機物の入ったようないわゆるその町の外れにあるよねようなところ、有機物がこう溜まるようなところの水をかけなさいと、いわゆる流水脚土って水をかけることでそのいわゆる洪水と同じようなシステムですよね。いわゆる洪水が起こると土が良くなるという話がありますよね。それをこう人工的にやった、そうするとその水を入れると発酵してその土がとても良くなるというのが実はその会津の農所にある冬水田んぼの発想なんですね。まあ、これ会津だけなのかなということでよく調べてみますとそうではなくて、実はその新潟県の久引地方、それから長野県の上捨山のあたりまでの地帯はですね、実は田ごとの月の場所なんですけれども、その地帯が大きなその冬水田んぼの地帯であったということが今分かってきてまして、で歌われた田ごとの月は実はその刈り替えるの与謝蕪村の歌の通り、いわゆる、秋から冬にかけての、風景を言っていて、その時に水が溜まってるのは冬水だったんだろうと。ということはですね、日本の古い伝統文化の中に実はこの冬水田んぼっていうのがあって、それを平地にも応用したらどうだろうかっていうのが実はその、私たちがやっている冬水田んぼプロジェクトです。でこの冬水田んぼプロジェクトをもっと詳しく見ていくとですね、実はスペインの
エブロデルタのようなところ、アルビフュラーというようなところでは、まあ、やっぱり150年ぐらい前からやられている。それから雲南省 の、 棚田地帯の地滑り防止のためにやはりこれも長い間歴史としてやられているということを考えますと、その水の不足している地帯なんですね、そういうところはね、水の不足している地帯の水利用というこう賢明な、利用、いわゆるワイズユースという、ラムサールの考え方そのものが実は昔から延々と世界中で受け継がれていたということがわかるわけですね。私たちはそれを再評価してこの冬水っていうものを近代的な科学だけじゃなくて文化とか歴史とかそういう豊かさのもとにこう評価できたらいいなというふうに思ってます。一度冬水田んぼっていうかそのそういう方法っていうのは廃れてるんですよね。いや、あのね、廃れてるわけじゃなくておそらく細々とやられてるんですよ。あの大々的にはやられてないけど地域によってもう近代化できない部分があるわけですよね。残った、棚田とかその急峻だったとか、棚田を急峻でもうあの新しい補助整備がなかなか難しいとか、あるいはその、その地域にこうその伝統が美しいと思う人がいる。例えばこの写真を見てもね、あのこれは久引の、 あの写真なんですけれども、やっぱりそのこれを 見る中でそのいかにその情景が私たちの心に響くか、ね、水がある風景っていうのはやはりこう私たちを安心させてくれますよね。そういうその、単純なその、生物がだけに、貢献するという意味だけでもなくて、ね、こういうようなこう情景の中にも溶け込んでいると、文化の中にもあるということがこの冬水の特徴だし、しかもそれが細々とつながってきているということに実は、さらにいいなって、それを再評価していくとこの生物多様性なりが見えてくる。ラムサール条約のゴールと全くこう違和感がなく接続しているというようなことで、この田んぼを評価する新たな切り口としてこの水をどう使っていくかという意味で冬水っていうのはね、とても重要な要素としてつながってきている、長くつながってきているというふうに思っています。